明日の、8日8日ですね、木曜日19時から申し込み開始となっております、はい。こちらね、一応バンナップさんとのなんかあのコラボ企画というか、まあ、なんか連動企画をしていまして、はいはい。まあ、一応僕たちに 100% のメーターがあるとしたら、はい、まあ、たまればたまるほどそのバンナップの、演出がより豪華になっていくと、マックスになるともうそのもうものすごい演出が待っているということでね、ぜひね、僕たちとあの一緒に、君だけライブ、あ、まあ、君だけライブっていうのは何かっていうと、まあ、テレビ電話ですよね、1対1で。そうですね、まあ、これをして、5分間、おしゃべれるよという企画なのでね、はい、ぜひ皆さんあのたくさんあの申し込んでいただいて、みんなとしゃべりたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続いて、12月18日日曜日、ありがとう天風2016東京ザ忘年会、はい、こちらにね、僕たち B シャープの、イベントになっておりますので、こちらに参加します。はい、もう一つ、12月28日土曜日、25日日曜日、ドンキホーテ新宿店でクリスマスパーティー2016を行わせて、ということで、こういう感じであるんですけれども、もう一つイベントがあります。こちらです。はい、12月17日土曜日、開催ファンミーティング&単独ライブ、詳細見ていただきましょう。お願いします。はい、詳細は、まあ、もう一度言います。12月17日土曜日、リキッドルーム恵比寿で行わせていただきます。はい、一応この日3部、3部形式でありますので、1部2部はファンミーティング行わせていただきます。1部は13時から開演、2部は16時から開演となっております。はい、そして、まあ、3部って言っていいんでしょうね。はい、3部、いや3部ではない、ライブ、ここからライブです。一般でもね、参加できる。あ、そう、ファンミーティングの方はファンクラブ限定なのでね、はい、皆さんファンクラブの会員になっていただいて会場に来てくれたらなと思います。はい、もう一つはね、ライブ、一般もね入れるライブとなっております。こちらのね、イベント内容、あのライブ名は B シャッフルウィンターライブ2016サワゴということで、ここは開演時間19時からとなっております。明日からですね、一般販売チケットをね、行わせていただいていますので、ぜひ皆さんチケットを早めに購入してください。はい、はいはい、それではね、ちょっと皆さんコメント聞いていきましょうか。おー、もういよいよ、いよいよ、まだ、あ、そうですね、あ、まだあります。ごめんなさい、もう一つあります。どうぞ。感じですね。はい、僕たちの5枚目のシングルが2017年2月5日にリリースになりました。イエーイ。いやー、なんと2月5日は、うん、僕たちのデビュー日ですよね。そうですよね、3周年とか。そうですよね。そして3日後は、うん、キュノ君の誕生日。誰だったっけ、まあ、この日は、まあ、もう1枚目というね、はい、考えてね、新生 B シャープとして、はい、1枚目、まあ、全部で言えば5枚目なんですけども、ね、そうですね、はい、皆さん期待してください。はい、新曲をですね、12月17日のライブで、初披露しますんで、はい、皆さんぜひ12月17日恵比寿リキッドルームにライブ来てください。はい、今回の新曲はやばい、なんか少しだけ少しだけ歌ってあげましょう。ダメですよ。本当に、あるじゃん、これ。ちょっとだけ、あの歌で。パーティーセーブね。ダメ。歌うわけないでしょ。聞いてください。めっちゃかっこいいんで。新曲はね、12月17日の僕たちの単独ライブでお楽しみということで、新生 B シャぜひ来てください。ぜひ来てください。そうです。さあ、ちょっとだけコメント読む。楽しみだと。はい、ありがとうございます。ちなみに今日初めて僕たちのことを見てライブ行ってみたいなって思った方、Put your hands up。 僕たちすごくすごくいいパフォーマンス見せるんで、皆さん、ね、久しぶりのライブなんで、はい、来てください。やばいっすよ、皆さん。やばいっすよ。パーティーなんで、パーティー。僕たちももう溜まってるものありますね。もうそうです。やばいっすよ、今回。うん、もうやばいから。なきみ、みんなも今盛り上がってます、はい、ネット上で。そしてね、一回聞きたいことがあるんですけど、この前僕たち
あのショールームさんからの企画っていうか、まあ、ツイッターのフォロワーを伸ばそうっていうことでみんなでチラシ配りをやってたんですが、そのチラシ配りで僕たちに名刺やチラシをいただいてショールーム見に来てらっしゃる方いらっしゃいますか？そう、はい、あとすごいね、いらっしゃいますかね、うん、チラシ欲しい、うん、はーい、あーはいはい、いらっしゃいますね。ん？明日チケット買う人いるか。あ、明日チケット買う人いますか？あーあー、明日が、はい、明日が一般言いました。ユミはね、ちょっと皆さんあのご理解してください、 KY なんで、はい、まあ一般販売なんでね、皆さん明日からですよね。そうですね、明日から一般販売スタートなんでね、ぜひあのファンクラブ会員じゃない方々は明日からチケット買えるよっていうことで、うん、明日買う人、僕買う、あ、俺買う、俺も買う、まあ、2枚買う、俺買わへん、なんで、え、だって出るもん、あ、そうか、おかんとかはもうええねん、もう買わんでええねん、はい、だってありがとうございます、ありがとうございます、はい、ぜひみんなはいはい言ってるぞ、お友達とか家族とか恋人とかね、はい、連れてきて、もう楽しいライブなんでぜひ騒ごうっていうね感じなんで、ぜひ来てください、お願いします、お願いします、気合入ってますよね、ほんとも、まあ、いいよ、新しいことがいっぱいありますからね。そうですね。